はい、どうもユッキーです。今日はですね、アジアンダイニングバーサラという、ところに来ております。店長の方から、店員の方から許可を 得ましたんで、はい、あ、すごい、これがマンゴーラッシュ、これ付いてる。一応頼んだのが本日のカレーセットで、激辛を選べるらしいんで、この激辛と、マンゴーラッシー、まあ他にもラッシーとかマンゴーラッシーとかウーロン茶とかコーヒーとかもあるんですけど、まあ、ランチね、ランチでいただきます。いや、これまだ途中だわ。一応むちゃくちゃ辛かったりするとあれなんで、で他にもカクテルとか、すごいですね、カシスラッシーなんていうのもあります。これ飲んだことないですね。マンゴーラッシーも飲んだことないですけど、ラッシーは以前飲みましたけどね、新潟にいた時のクソ辛いあれ、どこだったっけな、インドじゃなかったんだよ、どこだったっけ、すげえ辛くて、で、ラッシーを頼んで、でな、確かなんとか食ったんだったかな。タルハイレモンサワーとかもいろいろあります、これ。はい。アンズサワーなんてのもあります。ここ。一応サラダが先に届きました。うん、うん、あ、どうも。あなたは何人の方ですか？ネパール人。あ、ネパール。はい。OK。はい。ネパールはすごい辛いものとかってやっぱ食べますか？うん、じゃあすごい辛さに強い。辛さはいろいろ、すっごい辛い食べ物もあるので、中辛も辛いし、辛くないのもあるので、あんまり、50% 辛い食べ物。じゃあこれは ネパールのカレーっていうことですかね。これインドとネパールも同じだから、インドネパールカレーですね。同じ、あ、インドとネパールは同じカレーなんです。同じ、インドネパールがこれ帰るところのパスポートビザもいらないですね。そう、ああそうなんですね。ああ、あ、これデザート。お、すげえ。こんな感じ。なんと、あと、これは激辛ですよね。激辛のチーズ入りの。これはマンゴーゼリーですか？マンゴーの味のデザートです。マンゴーっていうのはやっぱりネパールでよく、うん、食べる、うん、いただきます。これぐらい辛い、ナンなんて久々だな。ナンは、あ、でもその時食ったか。いただきます。チーズ、
美味しい。すいません、あの本日のカレーっていうのは何のカレーですか今日は。これですね、マヨネーとチーズトッピングですね。だから他にもあるんですよ、ダルカレー、チキンカレー。これダルカレーというね。あ、これがダルなんですね。サグチキンカレー、マトンカレー、バターチキンカレー、キーマカレー、野菜カレーってなってますね。今回はダルカレーのセット、野菜と。あるね。マトンはあれか、羊です。ドラクエ7のマトンアタックね。死ぬっていう、ほぼほぼ意味のない、あの死にかけて、ダメージ相手に0とか1とか1とかしか与えられない。確かそうだったな。マトンアタックはあと体当たりもね、あれ意味ないと思うんですけどね、うん、まあ、意味のないって言ったらあれか、何だったっけ、まああれは意味があるはある、一応一応意味はあるね、あれはね。あの道具を、無駄な道具を使うっていう、まあ声と同じ、あれは羊の、羊のダンスだったっけ、なんだっけな、羊数え歌はあれだしな、うん、うめ、今週も地上発射型の巡航ミサイルの発射実験を行ったと発表しましたが、エスパーの方で21日、国際ニュースのインタビューで、開発は中国に対抗するためだと言いました。だいぶ、そこまで、まあ、軽くない感じ。これに関連して、ダルカレー、それでダルってどういう意味ですか。豆、豆っていう意味なんだ。なるほど、ダルカレーは豆カレーらしい。うん、おいしい。
これは激辛マニアのユッキーシリーズで揚げて、この後に食べ終わったらお酒飲むんで、酒、ユッキーの、違う、女酒場放浪記のじゃなくて、男酒場放浪記ね、ユッキーのね。もう今日はね、ものすごい、もうね、いろいろ今日は起きました。まあ昨日なんだけどね、まあ実際は。銀座に行って、最初葛飾の、映画館に行って、ドラクエの、グッズを、求めてやってきたんですけど、行ったんですけど、なくて、で、いろいろ、電話かけまくって、電話かけまくって、そのグッズがあるところを、探して、で、そしたら、銀座の、初めて銀座行きました。生まれて初めて銀座のすごい上級国民館 100% もうみんながみんなもうガチで高いだろうなっていう服というかファッションというか、これユニクロ、これ島村、これはジーンズ、下これあれだな、これが出来心で買った高い、割と高いやつ、多分上下全部合わせても5000円いかないでしょ。すごいぞ、あれ、ほんとに。めっちゃ治安がね、絶対いいっす、あそこ。あれ、治安悪い人いないと思います、あそこは。前行った新宿とか、なんか歌舞伎町とか、レベルじゃなくて、あんなの絶対ないんですよ。金がある人って基本的に心に余裕があるじゃないですか。で、なおかつあそこなんて絶対行かないんですよ、金ないやつ。まあ、俺行ったけどさ。住んでないんですよ、少なくとも。少なくとも行かんからな。でかい。でも、ナンは小学生の時とか中学生の時に出ましたね。ナンはね。やっぱり、美味しいですよね。まあ、大体そもそもカレーがうまいんだけどな。小学生、中学生の時は本当に、カレーがね、ものすごいうまくてな。で、あと、まあこれ新潟限定なんですけど、ソースカツ、タレカツか。タレカツっていうのが新潟の名物であるんですけど、タレカツ、まあタレカツの、あれが死ぬほどうまいんですよ。マジで。死ぬほどうまいんですよ、あれ。
気になったらググってください。新潟スペース、タレカツとかカツ丼的な感じで、甘めのあのソースにあのカツをドポって入れて、でこう取り出した感じで、すごいあのまあ甘め、甘じょっぱい感じなんですけど、あれ死ぬほどうまい、マジで。あれ新潟で一番うまいんじゃないか、あれ。新潟で一番うまいのはあれ、コシヒカリじゃないですよ、タレカツの。間違いない。今日はね、それでね、結局ね、あの銀座のあのバー行って、何杯飲んだんだろうな、あれな。10杯ぐらい普通に飲んだんやろ。で、結局、あの終電逃して、どこだったっけな、あそこ。ウグイス谷。ウグイス谷に、で、結局、そこまでしか行けなくて、で、そこ近くのラブホで、5800円。一泊。一人で。一人ラブホで。で、こっからなんですよ。で、亀有駅に、あの、止めておいた自転車が、あの、一掃されちゃって、で、先ほど、高砂、あの、バス乗って高砂の7丁目公園、もうバスがね、だいたいそもそも俺ほとんどバス乗ったことないんだけど、ここが私の最高のスタート、同じ時間にあのバスが来たんですよ。だからその待ってたやつ、あ、バス来たと思って、で、絶対これ通るだろうなと思って行ったら、もう最初にピッてタッチした、もうやっちゃって、その後にあの高砂7丁目公園行きですかって言ったら、
行きますかって言ったら、行かねえよって言われて、そういうのはあの乗る前あのタッチする前に言ってくれよみたいな感じで、あ確かにそうですね。でにそこでだから待ってたんですよ。でもう一台目来て、またもう一個バス来て、で乗ろうとして、あの高砂7丁目公園行きますかって言ったら、行かねえよ逆だよとかって言われて、すげえあの高圧的な態度ひでえなと思ったの、マジで。まあ乗るの大体あのまあ老人の方なんですけど、で結局待ってた時間の10分後ぐらいに来て、で、その3台目で、行きますかって言ったら、ああ、行くよって言われて、危ねえ、みたいな。なんであんな被ってんのがわからない。なんであんな時間被ってんの。そんで、これもらったんですよ。あのピッてやっちゃったから、あの返金もできないっていうことで、これをあので返金されたんですけど、またこれがまた会社全然違うんだ。その3台とも、全く会社が違って、もうこれ使えないって言われて、なんだよそれ。で、俺があの方向音痴になったんで、これを使って高砂あの7丁目公園の近くにあるその移送所だから、すげえ遠いんですよ。亀有駅からすげえ遠いんですよ。で警察の人にその移送所ってどこですかって聞いて、で歩くともうすげえかかるって、めっちゃ遠いんで、バスにした方がいいよってその言われて、結局バス乗ったんだけどね。あの本当にバス会社によって本当にあの行くか行かないか聞いただけなのに、行かねえよってバス屋浴びせられましたからね。一応かなりそこにダメージ受けました。マジで。あれ何なんだろうな、あれな。あんな言わないでいいじゃんって。こっちわかんねえんだもんだって、ぶっちゃけ。方向音痴だし。で、この方位磁石のコンパスが、あの結構これダイソーだったっけ、100円ショップで買ったんですけど、あ、さすがにこの精度が結構悪くて、多分スマホとかと近づけると多分なんか変わるんですか、多分。で、その自転車のその置き場で、まあ3000円払ってね、すいませんでしたって。で、そこから、まあ帰ったわけですけど、今帰り道にこれがここのお店があったんです、えーってこんなんあったんだっていう感じで、あやべ、カレーの配分やらかった、完全にカレーの方が少なくなって食いすぎて、やっぱ配分間違いだ。
手痛い出費。3000円でしょ。で、あのラブホ代5800円でしょ。で、まあ銀座はあれ、まあでも飲みすぎだな、ね、10杯は多分10杯近く飲んだんで3000円ぐらいなの全部で。でも1杯300円ですからね。あのカクテルも作るところもあの録画許可してもらって、すげえあのフレンドリーなバーのカウンターに座ってる方、あの40代ぐらいの方が、いや、であとあのグッズがあの まあドラクエとあとあのミュウツーの逆襲、あれで大体12000円ぐらいか。まああれは別にいいんですけど、ラブホとあの中金のやつは本当は帰るつもりだったんですよ、その日に。だがしかし酔っ払って完全にあの泥酔して、で、まあ、自然乗りを乗り過ごした。そして久々の一人ラブ、一人ラブです。あとこれだけ、カレーはもうない、もうほぼないです。あと豆です。あ、でもかなりお腹いっぱいになった。朝飯食ってなかったからね。あのアクエリアスだけですね。いやでもすごいな、そこの銀座のあのバーは本当にほとんどあの外国人の方だったので、7割や8割ぐらい。7、8割ぐらいはもう外国人の方で、で店員さんもあのしっかり英語で話してて、うわーすげえな、すげえな。すごかったですかね、人。まあ、立ち飲みなんで、あの、たくさん入るんですよ、だから。すごい。あと、タバコが吸えるっていうバーって、やっぱなかなかないんで、多分。
ハブバー釣れなかったよね、確かに。あれ、釣れたっけ？居酒屋だったら釣れるとは思うんですけど、でも、全然、やっぱ、うん、結構、まあ、規制されてますからね。あとカレーなんですけど、ネパールか。ネパールがどこにあるかもよく分かってない。インドの近くって言ってたんで、隣だって言ってたんで。インドとネパール、他のあれらしいですか。あの国境ないらしいんで、あのフリーで取れるらしいです。よくわかんないけど。外国入れたことないからよくわかんないけど。飛行機も未だに乗ったことないですからね。死ぬまでに一回、あの、飛行機乗りてえな。もうさ、だから、おかしいんだって。俺の高校生の時、あの新幹線でとあの京都行ったんですよ、京都。修学旅行で。で、俺の一個下の学年、だから俺が高校2年の時だから、その高校1年のやつが、俺が高校3年になった時に、その高校2年のやつらが行った場所、沖縄です。飛行機で。どうなってんだ。俺らお前今日、新幹線だろ。なんで飛行機、しかも沖縄って。わけわかんねえ。なんだこの落差はって。ふざけんなってなったからね、マジで。きちい。マジでない。だから俺が1年あの早く生まれてれば飛行機も乗れたし沖縄も行けたんですよ。まだ沖縄も今行ったことないんで、人生で。もう沖縄どころか四国にも行ったことないし、九州にも行ったことないんですよ。北海道も行ったことない。唯一、海を越えたのは、で行ったのはあの、新潟県の佐渡島です。あれが確か小学生の時の修学旅行で、あの佐渡島のあの時、を、まあ、見に行ったんですけど、その頃がちょうど、あの時ブームで、あの外国から入れたばっかだったんですよ。だからそれだから、あの
直接見ることはできなくて、で、あの、ただの、 あの映像、カメラとかの映像だけで。で、すげえ、まあ、それでも混雑してたんですよ。だからそれを、だから見るのもできなくて、あ、いや、それは見れたんですけど、それ、もう、だから、行列、すごくて、そのテレビの映像をようやく見たっていう感じだった。あと、あの金山ね、砂金取りとか、あの佐渡の金山とか、あと砂金取りと、あと何ですか、 あれか、船、なんかあの、何部でって言ったか、あ、樽の船、樽をひっくり返す、あの、なんか、あるんですよな、そういう。樽桶の、に乗るっていう。まあ、よくわかんないんだけど。うん。そういうのが、あの、佐渡にはあるんです。なんか、うん、服装も、あの、なんか、こう、傘みたいなの、こう、なってて、まあ、女の人が、あの、それを、運転っていうか、あの、こぐ、あの、板とかでこいだりするんですよ。はい。ラッシーが大変なことになってる。上が氷で、氷が溶けちゃって、下に沈殿しちゃった。あ、逆。こっちや。どうもありがとうございました。辛さ度数は、激辛度数は30ぐらいかな。思ったほど辛くなかったです。前新潟行った時のあのカレー屋さん、インドカレーだか。いや、パキスタンカレー。パキスタンカレーの店やったんですけど、すっげえ辛かったからな、あれ。で、作ってるその、店長自体も、あの、日本人辛さ強いね、って。私食べられないよって。お前食えないんかい。
お前食えないんかい。え、食えないんですかつって。食えないよって言ってっからね。で、基本的にやっぱ女性の方が多い。女性はやっぱあの痛みに強い、まあ、辛さというのは痛みですかね、いわゆる。はい、どうもさ、ユッキーの男酒場放浪記始まりました。今回はこちらアジアダイニングバーのサラさん、サラというお店が、ありまして、こちらで、まあ、いろいろ回ると。気になるのが、ボルスのカシスラッシー、これ300円、これ気になります。あとネパールラムのハイボール、あとインドのマクドウェルズっていうのが、350円、シンハービンっていうのと、キングフィッシャービン、ネパールビン、うん、これもさっぱりわからない。キリンの瓶とコロナの瓶とスーパードライ瓶と、だからまあこれはわかるんですけど、ネパールの瓶とキングフィッシャー瓶、シンハー瓶、これが全部450円。そして、サワーが、タルハイレモンサワー、とか梅酒サワーとか、まあ、オレンジサワーとかライチサワー、ラッシーサワーなんてのもありますね。アンズサワーなんてのもあります。よくよく見たら金俺はあんま持ってなかったんですよ。そうだ。やべ。俺、金、持ってなかったんですよ。だから。やべ、あれで取られたからな。めちゃくちゃ取られたからな。3000円、危ねえ。これ3000円はある。めちゃくちゃ、今日は本当に。いろいろあれですね。750円。とりあえずあの、はい、またこれからあのお酒ちょっと飲んで飲もう。飲みます。あ、じゃあ一緒に飲む。じゃあ後でじゃあまとめて払います。ね、あとはやっぱり気になるのが、3時までですね。あ、3時まで。あと30分ぐらい。OK。ね、まああとジントニックとかも、カクテルもありますね。ジンライムとか、ウォッカトニックとかあるんですけど、すいません、ネパール瓶っていうのはどんな瓶ですかね。ネパールアイス、これがあのネパールではよく飲まれている、ちょっとこんな感じのやつです。あとキングフィッシャービンっていうのも聞いたことないし、キングハービンっていうのも聞いたことないですよ。ちょっとすいません、全く聞いたことないです。キングフィッシャービン、キングハービン聞いたことない。これがインド、はい、これがインド、アルコール度数が 7.5%、 インドですね。これネパール、これがネパールの、シンハービンですね。ちょっとこれ
じゃあ、とりあえずこれいただきます。はい、これいただきます。はい、これ、これいただきます。はい、え、原産国タイです。聞いたことないな。インドマットウェア。このあの王冠もらっていいですか。あ、わかりました。はい。王冠ちょっとあのそれこれもいただいてよろしいですか。あ、どうもありがとうございます。これちょっとあの記念にこの王冠もらいました。いただきます。まあ、そのあの、まあ、ちょっと、そうか。一応、原材料名が、麦芽とホップと糖類と酸化防止剤、括弧、硫酸塩とビタミン C 使用。容量が 330ml で、アルコール度数が 5%。原産国はタイです。すみません。あ、これは。サービス。つまみ。つまみ。お、センキュー、センキュー。これチーズですか？これチーズじゃない。パッパル。パッパル。パッパル。豆。あ、豆なんですね。はい。あ、ありがとうございます。あの、豆らしいです、これ。あ、うん、あ、あ、でもなんかチーズに似てるな。チーズっぽい、なんか。うん。うん、ちょっとしょっぱみがあって。いただきます。これね。結構ライトな味がする。うん。ライト。あの夏にぴったり。あのネパールでは暑いですか。同じ。あ、同じ。日本に来てなんかこう同じ感じ。ああ。じゃあ日本に来てなんかこう蒸し暑いとかっていうのを感じました。なんかこう変わったとか。ネパールはいっぱい暇だよね、これ。ああ、山山いっぱい。湖ですか、そこは。これポハラ。名前は、ミジュネン、こっちがポハラ。ポハラ。これヒマラヤ、こっち。あ、これはヒマラヤ。これがヒマラヤ。はいはい。ちょっとそちらもちょっと、取らせていただきます。四季はポハラ。ポハラ。はい。これは湖なんですかね。湖ポハラ。で、これはネパールの国。ネパールです。これインド。あ、そっちはインド。ああ、なるほどなるほど。これネパール。
ヒマラヤ。あ、ネパールにヒマラヤがあるんですか。あの8000な、あの、な、あの、すごい高い、あの、エベレストでしたっけ。ヒマラヤって、あの、エベレストさんですよね。めちゃくちゃ高い、あの、世界一高い山、高いね、山ですよね。あ、そんなんだ。これ、8、5、1。あ、8500。8500、16メーター。2、7、9、4、0。あ、フィートだ。あ、じゃあ、こっちは8850メーターってなりますね。これじゃあ、これが一番高いのかな。あ、エベレストですね。はい、この山脈がしか、ヒマラヤ山脈で、そのエベレスト山が、8850メーター。はい、おぉ。Thank you, thank you.冬もやっぱ寒い。寒い。雪が降ります。こっち毎日雪、毎日。毎日降る。冬はやっぱり。僕もあの新潟に住んでたんですよ。あの実家が。あの東京じゃなくて同じマウンフジね。マウンフジ。マウンフジ。これ上やから天井ないね。インドのマクドウェルスっていうのは何なんですか。あ、ウイスキーなんだ。はい。はい、わあ、それちょっと初めて見ましたね。これちょっとストレートでいただけますか。ストレートでいただけますか。これ本当はハイボールってなってるじゃないですか。これ大丈夫、ハイボールかラムかラッシーハイか全部。ちょっと見て、こんな感じの。これ見たことない。アルコール度数 42%、はい、原材料がモルトとブレンド用アルコール容量が 750ml で原産国はインドです。これショットでワンショットで 30ml で350円でいただいていいですか。はい、今ください、はい、いやすげえ全然しない。すいません、これロッシーハイパー。え？アイス、氷だけ。あ、それと水ください。はい。別々で。これはライトな感じの。アメリカンラガーっぽいですね。見た、飲んだ感じ。あ、氷いらないです。氷いらない。え、いらない、いらない、はい、常温でそのままでいいです。これ入れますね、それ入れますねそれ30じゃないでしょ。それ60ぐらい入れましたね、今。Thank you。これ、20。あ、水だけで。水、あ、氷水ください。めっちゃ入れた。めっちゃ入れてくれた。これどう考えても30、ワンショットで60以上あるかもしれない、下手したら。これ60以上あるんだけど。ビャーって入れてましたね。そこ見てたら。ビャーって入れた。あ、ありがとうございます。氷、あ、氷、
マルラム。ああ、ラム。あ、それもちょっと欲しいんですけど、ただちょっと、ああ、まだ大丈夫か。これちょっと、はい。見せさせてもらいます。クックリラム。クックリラム。はい。ネパール。あ、クックリラムって書、はい、ああ、書いてありますね。アルコール度数が 42.8% で、容量は 750ml で、原産国がネパール。ってなってます。あ、原材料は、載ってないですね。うん。これじゃあちょっと、また後でもらいます。はい。これ飲めるかな。これラムかラッシーハイと美味しいよ。ああ、ラッシーハイ。ラッシーね。なるほどなるほど。やっぱラッシーはめちゃくちゃメジャーなんですか。そっちでは。ラム。ラッシーってこっちはもう飲まないもんね。一切。昨日あんだけクソみたいに飲んだからな。起きたらすっげえ喉渇いてて。こんなとこあったんだな。全然知らなかった。なんか日本で日本に来てなんかこう不思議だなって思ったことってあります？はい、不思議だなって、なんかおかしいなって。普通ないです。優しい。あ、ないですか。そうです。そうなんですね。じゃあ治安とかもあんまり変わんないっていう感じですか、そちらと。治安が悪いとかってあります？なんか、いわゆるなんか悪い人たちがたくさんいるとか、暴走族がいるとか。今までないです。あ、ないですか。そちらの国だとなんか、あったりします？そういうの。同じぐらいってことどうですか。まあ言うてこの足立くんめちゃくちゃ治安悪いからね。めちゃくちゃ治安悪いって言われてるけど、俺一回もチャリパクられたことないですけど。大阪とちょっとレベルちゃう。大阪はね、やべえ。絶対やめた方がいい。大阪は絶対やめた方がいい。間違いない。これね。それじゃあインドのマクドレンズ、ウイスキーいただきます。あ、甘い。あ、めっちゃ甘いですね。うん、やっぱ甘さとアルコールのこの、ま、辛さ。香り的にはそんなに
スコッチウイスキーじゃないですね、これね。道路の冠水が相次いだ。さらに広島市でも。でもスコッチウイスキーっぽいか。少なくともあのピート香はしないです。ピート感ない。スモーキーな感じはないです。うん。現在、朝鮮半島から東日本にかけて前線が伸びています。この前線に向かって南から暖かく非常に湿った空気が流れ込んでいて、この風に広く大気の状態が不安定になっています。なんだろうな、日本のジャパニーズの。そしてもう一点気になることがあるんです。ジャパニーズで。何に似てるかな。やっぱ甘さがすごいあります。甘さ、やっぱここの足立区は、はい、あの日本の中でも、まあ、東京都の中だとかなり悪い、治安が悪い方なんです。まあ、悪い人が結構いる。今までは悪い人はないだから、うん、私7月14日からで、そうなんです、うん、悪いことあるだったら交番近いだよね。ああ、交番近いんでね、確かに。だからすぐ電話した方が早い、ね。そうです。僕の、今アパートに住んでるんですけど、うん、あのその向かいの人たちがこの辺って社長がいっぱいある自転車あるだから、こんなには今まで悪い人はないんですよ。今も私は見ないだから、まあ、東京の中だったらなんかあの新宿とかの歌舞伎町とかのあたりは本当にやばい。浅草もちょっと悪い人はあるから。ああ、浅草、でもね、大阪はやばいっす。本当マジで俺大阪に4年間住んでたんですけど、大阪は私行ったことないです。すっごい悪いですよ、行かない方がいいの、うん、私行ったことない。あそこはね、本当に、うん、ひどい思い出しかないですよ、うん、あそこは。ちょっと水入れよう。トワイスアップで、トワイスアップで飲むか。いただきます。スコッチ、スコッチの、そうだね、関東や北陸で激しい雨が降っているということなんですが、こちらの映像は石川県の七尾市、今日の午前中の様子なんですけど、まあ、基本的にやっぱ安いあのスコッチって、あの、あの、泥炭のピート感ないですよ。あれと同じで、そんな感じですね。ジャパニーズではないかな。あともう15分しかないんで、とりあえずこれだけ飲んで。
ネパールラムは、あと、また、後日、にし、しましょうかね。うん。度数がだから結構高かったはずですよね。度数が 42% ぐらいか。ネパールではたくさん雨降りますか？うん、雨、あのザーザーって。雨は今のたくさんですね。うん、あと、5月で、10月から少なめ。今、9月もちょっと少なめは、10月から少なめ。今も、大体同じ。いや夏も40度とか行ったりってします。いる場所によって、はいはいはい、最近もだから去年とかも日本だと40度を超えて41度とか行きました。カスマンドはちょっとあんまり上じゃないで、カクマンドから他の場所だったら、もっともっと暑い。そして、やはり、前線の向きに伴って少し南に下がることもあるので、ネパールはインドの隣なんですか？隣。方角的にはどっち側で、北か南か。いっぱいボーダーがあるんだよね。全くね、ネパールどころか、もう海外行ったことないですか。海外どころか、だから沖縄とかも行った、唯一なの、だから佐渡島しか行ってないですよ、これ。ネパールかインディアかパスポートない。あ、なくていいんです。パスポート、はい、いらない。大丈夫。すごいですね。それってあんまないですよね。やっぱそっち仲がいいっていう感じなんですかね。ビザかパスポートかいらない。買い物かインディア大丈夫。インディア来るネパール買い物か大丈夫。ちょっとバーボンっぽいかもな、この甘さから考えると。バーボンとスコッチを混ぜて2で割った感じ。うん、やかんパパ、この甘さ、でも難しいな。香りがスコッチっぽいんだよな。香りがスコッチっぽいんですよ。甘さがバーボンっぽい感じ。うん、で、スコッチっぽいんだけど、ピート感はない、全くない感じ。本当に昨日何杯飲んだんだろうな。もはや記憶にないからな。下手したらもう10、だから3000円で11枚なんですよ。チケット。で、1杯、その1チケットなんで、まあ300円なんですけど、3000円出すと、11枚で、1枚お得なんですね。それでまあ3000円の、やったんですけど、結局、
モヒート飲めなくて、結局モヒート飲めなかったんで、何のためにじゃ行ったんだよって話なんですよ。モヒートが一番有名なね店で、で結局最初にビール2本飲んで、その後にタバコがいるって言って、やっぱ酒のつまみ俺タバコだからっつって、でタバコ買いに行ったんですけど、その結果開店して3時間で、だから夕方5時から7時まではハッピーアワーっつって安く飲めたんですけど、まさか3時間でね、そのモヒートが一番有名な店だ、日本で、まあ日本かどうか知らんけど、まあ東京の中では多分一番有名なとこなはずなんですよ。まさか3時間でミントの葉っぱがなくなるっていうのを思わなかったっすね。しかもめちゃくちゃ、だから人めっちゃ来てるから、もっとすげえばっつり、用意してんかなと思って、出たんですけど、全然違いましたね。また今度あそこ行きましょう。横浜市の林市長は先ほど会見を開き、山下市長にカジノを含む IR 統合型リゾート施設を誘致すると発表しました。うわ、カジノ、うわカジノか。カジノやったことあります？やっぱそういうカジノとかもやっぱあるんですかね、パチンコとかって、あるんですか、そっちの、ネパールでは。パチンコは。あるある。あ、あります？パチンコは確かにない。あ、ない。いろいろ場所はね、ちょっとだけあるのか。ネパールは、パチンコは、これ、禁止とか、禁止ですか？なんか、カジノとかギャンブルとかって。カー、これはパチンコじゃないよ。カー、あこ、だと、ごめん。パチンコじゃない。パチンコよ、だと。パチンカミに。私、行ったことないので。じゃあ、パチンコやられた方、やられました？今までパチンコの中入らない。ああ、ですよね。僕もパチンコ一回だけやったことあるんですけど、そこで、一回も行ったことない。いや、俺、パチンコやったことないのに、パチンコ屋で働きましたから。私？うん、俺、大阪にいた時なんですけど。私、中パチンコがネパールも今まで中入るない。一回も行ったことない。でも、カジノは、ある。カジノ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 。私はこの辺で私、これわからない。ネパールはカードかカジノか、これパチンコがいっぱいで。カードってで。昨日でカハンゴがこっちジャブトランこっちジャブハランこっちタバラケだ。それ減るやん。日本のみたいパチンコじゃないが、ちょっと違うで少なめ。それはそこでゲーム変なのって感じのね。なんか知らんけど、すげえなんか、朝起きたらこんなで、なんか、うわ、すげえな、パラリンピック。今飲もう、あとは。あ、もうちょっと時間的にちょっと厳しいんで、また来たい、またちょっとこれ、このネパールラムがやっぱりちょっと飲みたいんで、なんか飲んだことないんで、後でまた後日、来て、またこれ、撮影させていただきます。すいません。うん。美味しかったです。すごいお腹いっぱいになりました。1550円です。レシートっていただけますか？できます。レシート一緒に。
1500いくらでしたっけ。1550円。あんまり高くない。そうですね、結構飲んだ後に1550円。あ、クイーン玉ジャムも大丈夫。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、どうも。レシートください。はい。日本のなんかビールとかって美味しいとかって感じたことあります？ビール？ビールとかお酒とかで、なんかうまいって、とか、なんか、まずいとか逆に。逆に日本のビールはまずいとか、日本酒ってあるじゃないですか。あれもまずいとか、そういうのってあります？あまりお酒好きないだから。ああ、なるほど、なるほど。ずっと飲まないで、一週間に一回ちょっとだけ。ああ、俺もう毎日飲んでますからね。私毎日飲まない。はい。どうもありがとうございます。はい。よし、ということで、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。